と王将です。さあ今度の優勝決定戦ジャンプオフ、減点が少なくなおかつタイムの速いものが今年のチャンピオン。そして優勝いたしますと飼育奨励金、馬に対します奨励金が5万円、第2位に3万円、第3位に2万円というそれぞれ馬の餌になります。さあスタートに向かいました松本城選手と王将、サラブレッド12歳、まず6番障害から1人で1位2位と獲得することができるか。そして先ほど7番障害、ここで落下があります。減点が4点、これは馬が反抗しておりますね。後ろに下がってしまいましたので減点も取られます。ちょっと馬が嫌気をさしてしまったんでしょうか。馬も生きておりますので嫌なことがあるとこういったことになってしまうこともあるんですね。さあマーベラスサンデーの策、さあ気を取り直して第9のオクサー障害、これをクリア。マーベラスアローという名前で中央競馬34戦、さあダブル障害 A から B 障害とクリア。11番障害バーが入れました、落ちておりません、大丈夫。さあくるっと回りまして先ほどの3番障害からラストは、ここは1番障害の内側から行きまして最終障害、この4番障害をクリアして今フィニッシュです。走行